2023年 G-SHOCK は皆様のサポートにより40周年を迎えることができました。今回ご紹介するのはアニバーサリーイヤーのラストを飾るにふさわしい全く新しいコンセプトモデルです。 G-SHOCK の次世代を担う若手開発チームが新たな視点、新たな手法でモデル開発に取り組み、 G-SHOCK を育ててきたベテランチームがバックアップするという、まさにドリームプロジェクトにより世界に一つのコンセプトモデル GD001 が誕生しました。それは1983年の誕生以来、常に進化を続けてきたG-SHOCK の40年間にわたり蓄積された対衝撃に関するデータベースがあったからこそ実現できた次世代にふさわしい G-SHOCK です。製品名の001には G-SHOCK の新たな幕開けの象徴という意味を持たせています。それでは開発ストーリーをぜひ楽しんでください。G-SHOCK 35周年の2018年に発表したドリームプロジェクトによる第1弾は、 G-SHOCK の原点と進化を18金イエローゴールドでのフルメタル対衝撃構造をオリジンの形状で実現しました。今回のドリームプロジェクトによる第2弾は、若手で開発チームを組み、既成概念にとらわれない次世代の G-SHOCK を作りたいというプロジェクトチームの思いから開発コンセプトを検討しました。我々が物心ついた時から確立されていた G-SHOCK らしさを進化させるべく、開発コンセプトを既成概念にとらわれないという意味でブレイク・ザ・バウンダリーとし、次世代 G-SHOCK の新たな幕開けを目指しました。その実現のためにプロダクトのデザイン、外装、ムーブメント、すべてにおいて全く新たな試みに挑戦しました。G-SHOCK のデザインの進化の歴史は、対衝撃構造の進化の歴史でもあります。時計全体が干渉帯の役割を果たすような新しい対衝撃構造がAI 技術との融合で実現できないだろうかというデザイナーの思いが全ての出発点でした。それでは AI とどのように競争して独創的なスタイルが生み出されたかをご説明いたします。デザイナーが作成したデザインの骨格をもとに、40年間の G-SHOCK の開発で蓄積された落下時にどのような衝撃が加わるかというデータを AI に入力。それをベースに AI が構造強度、素材特性、加工方法に最適化された 3D モデルを生成し、その造形に息を吹き込むために人の手で修正を加えるという手順を繰り返し、ケース、バンド、フェースに至るまで独創的な有機形状が生み出されました。そして大胆に肉抜きされた枝状の構造体は軽量化や衝撃吸収性の向上に貢献。これにより樹脂などの緩衝材を用いることなく、時計全体で衝撃を吸収するフルメタル対衝撃構造を可能にしました。さらにコンピューターによる強度解析や実証テストを実施、落下強度や防水性能など G-SHOCK に求められる厳しい基準をクリアしています。また素材には重厚で美しい輝きを放つ18金イエローゴールドを使用しました。ケースとバンドはロストワックスにより有機的で複雑な形状を精密に成形、それを匠の研磨職人の手で細部まで丁寧に磨き上げられています。その他、裏蓋、ボタンやバックルにも18金イエローゴールドを採用しています。パーツごとにヘアラインやミラーで磨き分けを施した作り込みにより、世界でただ一つの輝きを放つ一本に仕上がりました。次に
この1モデルのために新規開発した心臓部であるムーブメントのご説明をいたします。大きな特徴はメタル製のメインプレート、シリコン製の歯車、歯車の摩耗を抑えるための軸受けには55石のルビーを採用し、パーツ素材に徹底的にこだわり、時計として重要な高精度で安定的な運針を可能にしています。またソーラーセルにはガリウム化合物を発電層とし、主に人工衛星用に実用化されている太陽電池技術を腕時計向けに応用したシステムを採用しています。宇宙産業で培われた技術を活用し、従来のソーラーと比べ発電効率が飛躍的に向上、日付表示のわずかな隙間に差し込む光で発電し、電波受信などの各種機能を安定駆動させます。まさにカシオの持つ技術力を最大限に駆使した次世代にふさわしいモジュールが開発できました。開発ストーリーはいかがでしたでしょうか。1983年の誕生以来、 G-SHOCK は常に革新と進化の挑戦を続けてきました。今回の GD001 の革新的なモジュールと独創的なスタイルは全く新しいタフさが表現され、 G-SHOCK の未来を予感させます。変わらぬ信念、進化し続ける使命を受け継ぎ、 G-SHOCK の挑戦はこれからも続きます。